シャギが行く。今回はですね、はい、住吉商業高校へやってまいりました。うんうん、昨年も一回、指導しに来たんですけど、来ましたね。なんかそこから部員がちょっとこう増えて結構戦えるっていう情報を得て、うん、そして今回、またちょっとこう、まあ、卒業とかいろいろな兼ね合いで人数がまた減ったということで、うん、ちょっとまた見てほしいっていう依頼が来たので、うんうん、全てこうメニューは勝谷さん任せ。マジで、はい、よろしくお願いします。いやいやいや、シャケやってよ。シャケはもうプレイヤーで今日は一緒に高校生の若いエネルギーとちょっとこういただこうかなと。いや確かに今あまり難しいことばっかりやらせてもいけない、うん、そうですね。確かにレベルというかね、どれぐらいの、うん、技術を持ってるかっていう部分でどこをどう伸ばしていくっていうことね、うん、そこちょっと やっていきましょうよ。いや楽しみですね、うん、楽しみ、はい。少しでもサッカーの、ね、楽しさを伝えるためにまだ、今日短い時間ですけどよろしくお願いします。勝谷と申します。よろしくお願いします。こんにちは。先ほどのところ勝谷さんおっしゃったサッカーを楽しむということが何よりも一番重要だと。楽しく真剣にトレーニングしましょう。よろしくお願いします。帰りもそのままです。今ほら。模様が見えるでしょ。これを止めるっていうふうにね、セレッソのことやった。どこを触ればいいかとかさ、考えてやったことあるないよね。ボールの真ん中よりもちょっと上っていうのがポイントかな、ね、こういうふうにちょっと上、これこうしてちょっと上、ここ触れば止まるっていうところで、こういうふうによりもちょっと止めるところを自分で探して受けれた。ちょっとそう、短い時間でやってみましょう。ちょっと上、そう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 。そう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 。ほぼ足の裏ってイメージやっぱしてる。意識的に真っ直ぐやろうと思うけど、やってたら止まってるから。4対2やるよ、4対2。多分相手のディフェンダーを止めるっていうことができるってこと。特に狭いところだったら、特に狭いところピタッと止めたらね、相手が近く追っても飛び込めないからボールを奪われることない。だそういったことがメリットにあるっていうのをちょっとこう自分で考えて、今日2、4、6人でポゼッションというかボールを奪われないように自分たちで回しましょう。最初スリータッチでやります。スリータッチでやります。でボールを奪ったときは、フォータッチもいい。いくよ。はい。行きましょう。さあ、行こう。さあ、はい。さあ、はい。さあ、はい。スリータッチだよ。はい、行こう。さあ、いい。そう。そう。はい、次。はい、そう。行こう。はい、オレンジ。オレンジ、最高。さあ。はい。はい。何やつ、何やつ。カトルの話や。
すぐもらうぜ。1、2、3、4、5、はい、はい、ミレディ、はい、5、はい、はい、ちょっとこう、中に行って感じたこと、めちゃくちゃいいです。ほんまにこう、積極的にプレーしようとしてるのが見えて、ただですね、でも声っていうと、欲しい時はみんな呼んでね、怖い怖いって、ただやっぱりこう、そのボール持ってる人、ボールを受けるであろう人がフリーなのか、フリーじゃないのかっていうとこは、ほんまにもう、その声だけで、全く状況がガラッと変わるから、であとまあ、さっきいい声出てたけど、切り替え、ほんまに切り替えてるんです。すごい重要で、やっぱ取られた後、奪われた後、そこはもうほんまにサッカーの技術とかうまさとか関係ないから、メッシであろうと高校生であろうとその切り替えのスピードで絶対変わらへんから、そこの切り替えと声っていうところを意識したらもっともっとこう良くなるな、めちゃくちゃいい、続けてほしいです、はい。繰り返してやるしかないってこと。あとはもうほらサッカーの部分でもう自分たちもこう考えてこうできるようになったなればいいのかなっていうか、絶対こうやったら3メートルのところでボール受けなさいよっていうのないし、絶対後ろでもらいなさいよっていうのないし、自分が判断してそういうポジションっていうのは決めていいから、そういうのをこう探しながらやったらもっと面白いんじゃない。でみんなめっちゃ上手くなってるよ。だからどん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 もうこれからもっと上手くなるからさ、続けてやってサッカーを楽しんでほしいなと思います。いやほんまにもう和也さんがね、言った通りめちゃくちゃ成長してたし、なんかすごいもうサッカーが好きなんやろなっていうのがね、すごいこうやってて感じ取れました。飛べていけるっていう、あれ反復練習というのはやっぱりおもろないけど、ただやっぱやらないと上手くならないし、日本のトップの選手たちも毎日その練習をやってるぐらい大事な練習で、これはもうけどおもろいと思って自分でこだわってやるか、それともやっぱもう適当にやるかですよ、全然こう伸び率が違うと。今日の練習も、ね、続けていってほしい。まずはしっかりとお子さん楽しんで
ん、そのためにはほんまにこうクラブサッカーっていうのがね、まだ大人になってもね、あの昔話、まあ、ずっとこう続いていく仲間とね出会えたりするんで、これからも楽しんで頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、オッケーです。ありがとうございます。そうですね、なんかいつもやってる練習はみんな強くなるためにやってはいるんですけど、もっとプロの人が振ってくれるとそれだけで雰囲気が引き締まって、なんか練習もみんなきっちりやるようになって、このままいったら強くなれると思いました。高めて蹴るっていう基礎はやっぱり大事だと教えてもらったんで、そこをチームでしっかりやっていきたいと思います。今日はやっぱこういう機会いただいて、もともとあんまパスとか苦手なタイプだったんですけど、教えてもらってめっちゃ良かったです。これからも今日教えてもらったことを生かして、まあ今まで以上に基礎の練習をしっかりやっていきたいと思いました。こういう体験できるっていうのは本当に楽しいことなんで、めちゃくちゃ良かったです。短い時間でしたけど来ていただいて本当にありがとうございました。またこの来年から僕らはいないんですけど、この住所にどんどん来てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。いや、もう1年ぶりに来て、もう彼たちの上達ぶりっていうので驚きです。はい、いやほんまにもうその通りですね。やっぱもうサッカー好きっすよね、うん、なんか積極的に全部プレーしてくれたし、ほ、うんまサッカー楽しんでやってるなっていう、なんか嬉しいなりましたよ ね、 ね、はい、本当に嬉しかったです。本当にこう去年に行った選手かなっていうか、やっぱこういうのをこう、ね、見てると、この年代の成長っていうか伸びしろっていうのを感じますよね。まだまだ成長できますね。ねえ、いやして、まあ最後のゲームでもね、いろんなこう自分たちでアイデア出してやってるし、すごくこっちの一緒にやってて楽しい時間でしたね。ほんまに良かったです。最高でした。はい、選手、サポーター、パートナーが作り上げてきたセレッソ大阪の30年、これからも大阪のために、そして世界一のクラブを目指して。 A sustainable future. Yanmar.